こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では服が苦手な男性にですねお届けしたい手抜き春コーデをですね3つご紹介してみたいなというふうに思っています。こちらの動画を見ていただいている方は30代40代の大人の男性が多いかなと思うんですが、誰もがですねめちゃくちゃおしゃれになりたいわけではないかなと思ってるんですね。もちろんトレンドをしっかりと抑えながらおしゃれに見せたいという方もいらっしゃるかなと思うんですが、そういった方は30代40代の男性の中でも少数派だと思うんですね。それよりも何を着たらいいのかわからないだとか、なるべくダサく見えないようにしたいという方の方が圧倒的に多いのかなというふうに思っています。そうなると YouTube というのはですねすごく便利なツールなんですが、いろんなファッションチャンネルを見てみるとどれもですねめちゃくちゃおしゃれなんですね。トレンド感満載で今の着こなしというところを丁寧に伝えている方が多いかなと思うんですが、一方で僕のチャンネルというのは結構ですねベーシックを軸足にしているのでちょっと退屈なスタイルも多いかなと思うんですね。僕自身の特徴としては最先端のファッションというよりは一般の方がどうすればおしゃれを楽しめるのかというところ、ここを分かりやすく伝えるのが僕のですね強みでもあるので、今回の動画ではなるべくトレンド感だとか今っぽさだとかそういったものを脇に置いといて、とにかく少ないアイテムでなるべく手抜きをしながら70点ぐらいの着こなしを目指せるような、そんなコーディネートを皆さんにですね3つご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説をしています。もう少しですね中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらそちらの方も下のですね解説欄にリンクを貼っておきますのでチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、それではですね具体的に解説に入っていきたいなと思うんですが、その前にですねまずはベースの着こなしから解説をしたいなというふうに思っています。今回のテーマはなるべく手間をかけずに手抜きしながらですねコーディネートを楽しんでいただきたいので、そのためにはまずはですねベースがすごく大事なんですね。今僕が着ているものをちょっと解説したいなと思うんですが、まず一番上はですね僕の動画の中でも定番的に出てきますがユニクロのミラノリブのですね丸首ニットですね。これがですね1枚あると春の着こなしはめちゃくちゃ楽になるんですね。この上に重ねるもの次第で見え方が大きく変えられるので1枚持っておくとすごく便利かなというふうに思っています。サイズに関してはトレンドだとか流行を意識するのであればゆったりめがいいかなと思うんですが、今回はベーシックでなるべく手抜きをするというところでサイズ感に関しては本当にですね適正サイズを選ぶようにしています。こちらは S サイズなんですが、やはりですねユニクロのアイテムに関しても基本的にはベーシックなものが多いんですが、トレンド感を取り入れながらややゆったりめになっているので意外とですね適正サイズでもそんなにですねビタビタな感じにはならないかなというふうに思っています。まずこのニットは今回の着こなしのベースになるのでぜひチェックをしていただければなと思っています。でボトムスに関しては今度はですねブラックジーンズですね。なるべく手抜きをしようと思った時にどんなボトムスが鉄板でいろんなスタイルに合いやすいのかなと考えると、やっぱりですねブラックジーンズが使いやすいのは間違いがないかなと思うんですね。もちろんですねブルージーンズでもいいかなと思うんですが、このあたりは時代の流れみたいなものもありまして、今はブルー系のデニムとブラック系のデニムであればやはりブラックの方がシャープに見えますし時代のスタイルには合わせはしやすいのかなというふうに思っています。ですのでなるべくベーシックで定番的なものをお勧めしたくはあるんですが、今回はですねこちらのブラックジーンズをチョイスをしました。綺麗めとカジュアルのバランスでいうとこういったブラックジーンズというのは中間よりもやや綺麗め寄りなので非常にですねいろんなスタイルに合わせやすいので、ぜひですねユニクロで購入していただければなというふうに思っています。そして足元ですね見えなくて恐縮なんですが、今回は白のスタンスミスを合わせています。これも定番中の定番ですよね。メンズファッションにおけるマスターピース的な存在なんですけども、こういったものというのは春の着こなしにおいてはパッとですね差し色になるので一足あるとすごく便利かなというふうに思っています。特に今履いているようなブラックジーンズとの相性が良くて、スニーカーまで真っ黒だと足は長く見えるんですが着こなしとしてはちょっと単調に見えてしまうので、ボトムスと靴で少しですね色の差をパキッと分けてあげるのもバランスがいいのかなというふうに思っています。このスタイルが今回のですね着こなしのベースになります。この3つを揃えてしまえばあとは上に羽織るものを変えるだけで簡単に見え方が変えられるので、この後の着こなしもぜひ楽しみにしていただければなと思っています。
はい、ということで早速ですね、1つ目のコーディネートから解説をしたいなと思っています。先ほどのベースの着こなしの上にですね、ネイビーのステンカラーコートを羽織ってみました。こちらはですね、前に動画でも解説をしましたユニクロの定番のステンカラーコートですね。まあ、色に関してはユニクロでもネイビーとベージュ2色があるんですが、よりベーシックで使いやすいところといったらネイビーで間違いがないのかなというふうに思っています。で、なぜ僕がネイビーのコートをお勧めするのかというと、まずはですね、季節の使える範囲が広いからなんですね。もちろんですね、春にも使うことができますし、秋にも使うことができるんですね。このように使える期間が長いというのと、あとはですね、カジュアル使いもできますし、ビジネスカジュアルでも使えるというところで、一着あると活用できるシチュエーションが結構広いんですね。ですので、ミニマリスト的にですね、ファッションを管理したいのであれば、ネイビーのステンカラーコートはものすごく便利なアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、今期のユニクロのステンカラーコートはですね、アップデートされていてすごく軽いですし、素材の質感もですね、上品な仕上がりなので、大人の男性にもですね、似合いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。ただこのようなネイビーのコートだと色合いとしては重たくなりがちなので、その時にですね、このホワイトニットというのがめちゃくちゃ便利なんですね。まあ、もちろんですね、アウターで明るさを出すのもいいんですが、なるべくベーシックかつ少ない服の数で回したいのであれば、一番外側に着る色はですね、濃い色の方が間違いなく活用がしやすいかなと思っています。そして唯一のデメリットである全身が暗くなりがちなところを、こういったホワイトニットで差し色を作ってあげるとですね、バランスが取りやすいのかなというふうに思っています。で、ステンカラーコートは少し真面目に見えるアイテムなので、こういったデニム系のものだとかスニーカーでカジュアルさを加えてあげるとですね、意外と私服の中にも馴染みやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、こちらの手抜きコーデを真似していただきたいなというふうに思っています。今回はですね、ブラックジーンズを合わせてるんですが、個人的にはブルージーンズぐらいのカジュアルなものを加えた方がバランスがいいのかなというふうに思ってるんですね。ですのでボトムスに関してはブラックジーンズかブルージーンズかお好みの方を選んでいただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度は切れ目のコートからカジュアル感あふれるですね、ナイロンジャケットに着替えてみました。これだけでも全然印象が変わるかなと思うんですね。まあ、ロング丈のコートも大人っぽくていいんですが、もう少しカジュアルに過ごしたいなという時にはこのようなナイロンジャケットが1着あるとめちゃくちゃ便利なのかなというふうに思っています。僕が今着ているのはアークテリクスですね。まあ、もしくはですね、ノースフェイスだとか、あとはパタゴニアだとか、そういったところでこのようなシンプルなブラックのナイロンジャケットを買い揃えてもらうと、かなりですね、春先には使い勝手がいいかなというふうに思っています。で、このようなスポーティーなアウターに対して内側に着るものはもちろん T シャツなんかでもいいんですけども、今僕が着ているような白のニットだとか、こういったちょっときれいめなものを合わせてもらうと大人の男性にもですね、似合いやすいかなと思っています。ちょっとスポーティーな雰囲気のナイロンジャケットに綺麗さを加えるためにはめちゃくちゃ便利なので、ぜひですね、こういった着こなしもトライをしていただきたいなと思っています。で、今回ですね、僕がブルージーンズではなくてブラックジーンズを選んだ理由というのは、まさにですね、このナイロンジャケットがあるからなんですね。ナイロンジャケットがすごくカジュアルなので、ボトムスをブルージーンズにしてしまうとややカジュアルに触れすぎてしまうんですね。その点ブラックジーンズに関してはやや綺麗さが漂うので、こういったナイロンジャケットにも相性がいいので、なるべく少ない数で服を回すのであればブルージーンズよりもブラックジーンズの方が使える範囲が広いのかなというふうに思っています。まあ、この着こなしをちょっとずらすのであれば、ブラックジーンズではなくてスマートアンクルパンツにしてみるだとか、もしくはグレー系のスラックスにするとまたですね、上品な雰囲気が漂うのかなというふうに思っています。この着こなしもめちゃくちゃ簡単なので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度は白ニットの上にネイビーのジャケットを着た着こなしになります。これまたですね、鉄板でめちゃくちゃ使いやすいコーディネートかなというふうに思っています。まあ、先ほどのナイロンジャケットはかなりカジュアルだったんですが、その羽織物をですね、こういったネイビージャケットにするだけでかなり大人っぽくて上品なスタイルが仕上がりやすいかなというふうに思っています。まあ、今回僕が着ているのはグリーンレベルのジャケットなんですが、定番のネイビーよりも少し青みがあって春らしい色合いになっているんですね。もちろん定番的なネイビーでもいいかなと思うんですが、よりカジュアルな雰囲気を出したいのであれば、濃いネイビーではなくて少しですね、明るさが感じられるようなミディアムネイビーぐらいをですね、選んであげるとすごくですね、バランスがいいのかなというふうに思っています。で、ここでちょっと解説をしておきたいのは、今回なぜ僕がですね、ミドルゲージのニットを選んだのかという理由なんですが、この厚みというのは絶妙で、
さまざまなアウターに合いやすいんですね。例えば一番最初のステンカラーコートなんかの時にもかなり薄いニットだとどうしてもですね1枚だけじゃ寒すぎてしまうんですね。その点このような中肉厚のニットの方がコートを脱いだ時にもある程度の暖かさがあるのですごく使い勝手がいいんですね。そして今着ているようなジャケットですね、このインに着るニットとしてもギリギリ収まるんですね。これ以上厚みがあるとさすがにジャケットは羽織れないんですが、これぐらいの厚みであれば重ね着がしやすいので、ステンカラーコートからナイロンジャケット、そして今のようなジャケットまでさまざまなアウターと着こなしがしやすいので厚みとしては最高なんですね。ですので僕は今回ベースの着こなしとしてこのですねミラノリブのニットを選びました。そして色合わせなんですが、このようなネイビーとブラックというのも意外と相性がいいんですね。同じ濃い色同士なんですけども微妙に色が変わるので、黒一色にしてしまうよりは少しですね明るさを出すことができるので、このような色のバランスもすごくいいのかなというふうに思っています。この着こなしであればきれいめのカジュアル着としても活躍しますし、それだけではなくてビジネスカジュアルとしても成立がするので、これまたですね使える範囲が多いかなと思うんですね。なるべく少ない服の量で回したいと思うのであれば、1つのシーンだけではなくて2つ以上のシーンで使えるとすごく便利かなと思うんですね。今回のネイビージャケットだとオンでもオフでも使えるというところで非常にですね活躍機会が多いかなと思うので、ぜひ皆さんもですねこういったアイテムを取り揃えていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では春の手抜きコーデということで皆さんに具体的に3つご紹介させていただきました。世の中にはですねいろんなファッション YouTube チャンネルがありますが、その中でもここまで手抜きをしている番組はそうないかなと思っています。ただですねファッション業界に身を置いてますとどうしても世間の感覚と大きくずれてしまうんですね。まあおしゃれな人ほどセンスのいい着こなしをどうしても解説をしたくなるので、情報としてはそういったものがたくさんあるんですが、意外とですねベーシックで定番的なスタイルというのはなかなかですね動画で撮った時に映えないですし、インパクトが少ないのであまり情報量としては多くないんですね。ですので今回はできるだけベーシックで手抜きをしながらファッションが苦手な大人の男性にもですね使っていただけるようなスタイルをご紹介しました。今回ご提案したアイテムというのはどれも定番的で、1回買えばですね3年ぐらいは使えるものかなというふうに思ってますので、なるべく少ない服の数でミニマリスト的に過ごしたい方にもですね結構使える内容なのかなというふうに思っています。あまりトレンド感もなくて面白みの少ないコーディネートだったかなと思うんですが、その分リアルで使いやすいコーディネートかなと思うので、ぜひ皆さんも日頃の着こなしの参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてなるべくシンプルで分かりやすいコーディネートですとかアイテムについて解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。